次に笠井明君。笠井君。日本共産党の笠井明です。垂直離着陸機オスプレイの問題について質問いたします。沖縄防衛局が昨年10月に2014年度の、飛行状況調査結果というのを発表公表しておりますが、米軍普天間基地での、その中で米軍普天間基地での MV22 オスプレイの飛行実態が明らかにされております。そこで防衛省にまず伺いますが、それ2014年度が去年10月発表ですが、2015年度の結果というのはどうなっているでしょうか。若宮防衛副大臣。笠井にお答えいたします。2015年度につきましてはですね、現在集計中でございまして、準備が整い次第取りまとめさせていただきたいと思っております。笠井君。もう年度が終わって1ヶ月以上経っているわけで、集計中ということでありましたが、大幅に増えているからなかなか言えないのか、あるいはこう安保法制が施行されて激化しているから明らかにできないのではないかというふうなこと、疑念も湧いてくるわけでありますが、このいつまでに公表するということになりますか。若宮副大臣。通常過去の部分で申し上げさせていただきますとですね、大体、23年、4年、6年あたりですが、10月、11月あたりが多くございまして、例年秋ごろに大体取りまとめができて、公表させていただいているような状況でございます。笠井君。例年の話も私も掴んではいるわけですが、こういうのは一刻も早く出すべきでありまして、もうできるだけ早くということで先ほど言われたわけだけども、秋なんていうことではなく速やかに出すべきだということを強く求めたいと思いますが、これまで公表されているのがそういう意味では2014年度のデータが最新ということになります。でそれを見ただけでも、このオスプレイの普天間基地の離着陸回数というのが前年度の1663回から1072回も増えて2735回、それから日米合同委員会で定めた騒音規制措置がで運用が制限される午後10時以降の夜間飛行については前年度の60回から約 2.3 倍の137回に急増しているわけであります。さらに航跡結果、飛行ルートの結果について言いますと、いずれの年度も日米で合意した常習経路を逸脱した航跡、飛行ルートが確認をされているということであります。そこで岸田大臣、伺いますが、政府はオスプレイの訓練運用では、2012年9月の日米合同委員会合意を含む既存のすべての日米合意が遵守されるというふうに言われますけれども、現実は遵守どころか、日米合意に反する実態が横行してきているというのが実態ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。岸田外務大臣。おっしゃるように2012年9月19日の MV22 オスプレイに関する日米合同委員会合意を含めて、この今日までのさまざまな関係する日米合同委員会合意、これを遵守するということ、これは極めて重要なことであり、我が国としてしっかり求めていかなければなりません。基本的にはこの米国側からもこうした合意の重要性、遵守することの重要性、そして安全性を最大限確保して地元に与える影響を最小限にとどめる、こうした表明は行われているわけですので、我が国としまして引き続きしっかりと遵守を求めていかなければならないと考えます。笠井君。表明が行われても実態がそれを外れていると違反している事態があるということであります。でそこで日米合同委員会についていくつか伺いたいと思いますが、岸田大臣、資料で配布をさせていただきましたが、外務省ホームページに公表された日米合同委員会の開催というこの資料、配布資料の1項を見ますと、2012年7月26日に外務省で行われた合同委員会では、
日本政府側から MV22 オスプレイの安全性等について、沖縄、岩国のみならず、全国的に懸念が広がっていることを説明したというふうにありますが、そういうことをやったということでありますね。これは事実かどうか。岸田外務大臣。はい、ご指摘の、2012年、7月26日の、合同委員会ですが、これはこの MV22 につきまして、接続通報を受けてからの第1回目の委員会になりますが、この委員会におきまして、外務省において日米合同委員会を開催し、日本政府側から MV22 オスプレイの安全性等について、沖縄、岩国のみならず、全国的に懸念が広がっていること、説明をしております。葛西君。そこで、ここに防衛省が作成したオスプレイに関する日米合同委員会7月26日概要という文書がございます。で、この取扱厳重注意とに書いてあるんですけれども、A4 で5枚になっております。で、文書の配布元は日米課と書いてあって、配布先としていろいろありますが、その中に次官室局長、黒江理事長、西統幕防衛課長、地方調整課、沖庁、日米課内などが列記されておりますが、この文書を見ますと、外務省ホームページで公表した中身、今大臣が答弁されたことと、全く異なる日米のやり取りが行われていたことが分かります。例えば、挙げますと、1、オスプレイに関する日本の国内事情とある箇所でありますが、そこには、日本側からこの合同委員会の翌日、7月27日にワシントンで行う外務防衛局長級協議で、沖縄の地元の懸念を払拭するために出すべきメッセージや、オスプレイの運用に制約を課すことなく取りうる措置などを議論する予定と説明、日本政府側から説明している。これに米側は対応の必要性を理解と応答したとあるわけです。若宮防衛副大臣に伺いますが、実際はそういうやり取りだったんじゃないですか。若宮副大臣。今、葛西の方で、ご提示、お手元に多分お持ちの資料でございますけれども、少なくとも私ども防衛省といたしましては、公表した資料で、ないものでございまして、承知をいたしていないところでございます。もうどういった経緯でお手元に入手をされたのかが、ちょっと私どもでも明らかでないために、お持ちの、当該資料がですね、その侵害位置づけについてちょっとお答えすることは難しいございますので、ちょっと差し替えさせていただければと思っております。葛西君。入手したんです。このその公表されない中身というのがこの文書に書かれているということであります。2012年9月19日の日米合同委員会合意では、地元において懸念の強い垂直離着陸モードでの飛行は米軍の施設及び区域内に限る、それから転換モードの時間を短くするというふうにされました。しかし、いずれも運用上必要となる場合を除きという条件が付けられて、米軍が必要だといえば許される定めになっている。まさに7月26日の合同委員会での日本側が提起したとおり、オスプレイの運用に制約を課すことなく取り得る措置ということで、そうした例外条件を設けたということではありませんか。これは合意したもんですからね。若宮副大臣。今のご質問でございますけれども、24年のその合同委員会の合意ではですね、基地周辺の住民の方々へのご負担というものをですね、できる限り、軽減をするという課題と、それからまたもう葛西もよくご理解だと思いますけれども、日米安全保障条約のその目的を達成するため このアメリカ側の運用上必要な活動を確保するという課題がございます。この間の両方の中でですね、どういった方策を
保有からということにつきまして、日本とアメリカとの間で鋭意協議を重ねた結果取りまとめられたものでございまして、米軍の運用上許される限りの制約を課したものということであることでご理解をいただければと思っております。葛西君。つまり米軍が必要だといえば許される定めになっているということであります。米側はこれをいいことにオスプレイの配備当初から冒頭にも指摘したような合意破りの飛行を繰り返しているのであります。9月19日の日米合同委員会合意にはこうした例外条件が随所に盛り込まれております。例えば22時から6時までの飛行及び地上での活動は制限する、学校や病院を含む人口密集地帯上空を避けるという合意も米軍が必要と判断した場合これらを踏みにじる運用が認められている、いずれもオスプレイの運用に制約を課すことなく取り得る措置ということで話し合った中身が具体化されたものに行われません。さらに別の例を言えば配布資料の外務省のホームページにある7月26日の合同委員会の2項でありますが、そこには米国政府はモロッコ及びフロリダで発生した墜落事故の調査結果が提供され、飛行運用の安全性が再確認されるまでの間、岩国飛行場での運用準備飛行を含め、MV-22 オスプレイの日本でのいかなる飛行運用も控える旨確認したというふうに書かれておりますが、そういう確認をしたということですね。若宮副大臣。まず今、葛西のご質問の最初の方の部分でございますけれども、その夜間飛行のお話向き、それからまた、垂直離着陸モードでの市街地上空を飛行しているか否かという、そんなお話向きございましたけれども、この平成24年の日米合同委員会の合意では、この MV-22 オスプレイの飛行につきましては、ご指摘のとおり、22時から朝の6時までの間というのは、運用上必要を考えられるものに制限をされるということと、このまた夜間飛行につきましては、ただ任務の達成やその連動の維持に、最低限、この必要な最低限の制限をするということで、合意をされているところでございます。で、これまでも確かにオスプレイの夜間飛行というのは行われておりますんですが、累次の機会にこの米側に対しましては、その所要というものを私の方からも確認をいたしておりまして、政府といたしましても、米軍が日米合意に基づき、運用上必要なものとして行っているものというふうに認識をいたしておるところでございます。またその人口密集地上の地域の上空をですね、垂直離着陸モードで地上飛んでるんじゃないかと、市街地上空を飛んでるんじゃないかというご指摘でございますけれども、これもですね、できる限りやはり学校ですとか、あるいはその病院ですとか、こういったところは特に留意をしながら、人口密集の地域の上空は避けるような形で、考えさせていただいておりまして、特にその米軍施設や区域内において、での離着陸モードで飛行するということで、転換モードでの飛行時間をできる限り限定するようということで規定をしているところでございます。また冒頭ございましたけど、そのヘリオスプレイ の軌道でございますけども、飛んでいる空域でございますが、これは実際を逸脱をしているということでお話ご指摘ありましたんですが、これは逆に市街地上空をですね、避ける形でできる限りお住まいの住民の皆様方に、ご迷惑がかからない形での飛行経路を取っているということで、さまざまできる限りの努力をしているというところもご理解をいただければと思っておるところでございます。葛西君。私の問いに何も答えてないじゃないですか。フロリダの話とモロッコの話を聞いたんで、その問いに答えず前の話をやっただけです。今外務大臣、これ外務省のホームページですか。岸田外務大臣。ご指摘のように、この、第1回のこの日米合同委員会のこの内容、結果の2番に書いてありますように、
この確認するまで、この飛行運用を控えるということになっているわけですが、その後、もちろんその米国においてもこれ確認を行っておりますが、一方我が国独自のこの安全性の確認を行っております。具体的にはこの防衛省、国交省、大学教授など政府内外のこの航空技術、航空安全や事故調査の専門家、そして航空機パイロット等からなる分析評価チーム、これが設置されています。そしてこのチームのメンバーを米国に派遣して米国における過去の事故の原因を独自に分析する、こうしたことを我が国独自のこの対応で確認をしている、こういったことも行っている次第であります。笠井君。確認していると、で独自もやっているし、日米の行動委員会7月26日でやっているという話だったんですが、ところがそれと照らしてもこの防衛省の文書を見ますと、米側がそのように発言したとは一切書いてないんですね。この問題で日本側が説明したのは、米側からの事故調査結果の提供を踏まえて9月上旬を目標としてオスプレイの安全性を判断したいと、このため早期の調査結果の開示をお願いするということだけであります。米側は安全性の判断とは日本政府が行うものかと応答し、日本側は趣向をうなずいたと記されているだけであります。それだけじゃなくて、反対に日本側からオスプレイの安全性を効果的にアピールするために以下の3点が必要と米側に提起したとまで書いたんですね。一つは事故調査報告書の内容がオスプレイの安全性を十分に確認させるもので、かつ早期に提出の必要がある。二つ目に効果的な再発防止策が報告書に含まれること。三つ目に地元住民の懸念、特に低空飛行訓練について配慮すること。でこれに対しては米側何とか言っているかというと、米側としてもオスプレイの配備においては安全性を取ることとしていると応じているだけであります。米側にモロッコやフロリダでの墜落事故の徹底究明を迫るべき日本の政府が、反対に安全性を効果的にアピールする方策を提案するというのは本末転倒だと思うんですよ。そこで若宮副大臣、先ほどこの外部防衛省の文書、これ自身について確認できないと言われたけれども、取り扱い厳重注意扱いのものでありまして、極秘否定の文書でありません。したがって開示することは十分に可能なものであります。知らないというんだったら副大臣としてきちんと調査を指示をして結果を公表することを約束していただきたい。若宮副大臣。今先ほど来笠井議員 のお手元にある資料でございますけれども、ご提示の資料につきまして、その私どもで公表した資料で、あるということを承知いたしてないところでございますので、先ほども申し上げましたけれども、どういった経緯で入手されたものか明らかでないので、その当該資料 その新眼位置づけについて、ちょっとお答えすることは難しいということをまず申し上げておきたいと思っております。またそのご指摘の資料につきましては、その外国とのやり取りに関するもののようであるようにもお見受けをいたしますので、一般的には外国とのやり取りにつきましては、その内容を公表するということについては、その前提に行われたものではない限りですね、やっぱり先方様との関係もありますので、ご指摘のようなご発言も含めて具体的な内容についてちょっとお答えすることは困難になってまいろうかと思います。また特にやはり今のご指摘の資料でございますが、私の方で確認するというふうにおっしゃられたんですが、具体的に今の資料がですね、どういった形でのお手元にあるのかがちょっとわからないものですから、ご了承いただければというふうに考えているところでございます。笠井君。これきちっと調べるべきだということを強く求めたいと思います。最後に岸田大臣、この文書にはですね、今日時間の関係で言えませんが、それ以外にも低空飛行訓練に関しても重大な記述があったり、委員会でも私この委員会でも正した経験があるんですけれども、オートローテーション機能があるから大丈夫だというふうに言ったことについても違うことが書いてあるわけです。したがってこの防衛省の文書には外務省ホームページで公表してきた類似の日米合同委員会概要とは全く異なる屈辱的なですね、協議が行われていたという実態が記されております。日米合同委員会が密約の温床と批判されるゆえんがここにあるわけでありまして、主管大臣として全貌を国会と国民に明らかにすべきではないかと思うんですが、所見を伺いたい。岸田外務大臣。いずれにしましても、お手元の文書が、いかなる文書なのか、
この確認できておりませんので、それに関して今私の立場から何か申し上げるのは控えさせていただきます。少なくともそういう文書があるかということについては、外務大臣として主管大臣ですから確認をするというのが必要だと思います。沖縄県民はもとより日本国民全体の命と安全に関わる重大問題でありますので、真相の徹底究明を強く求めて質問を終わります。